回はですね、裏方であります鳴り物の紹介をさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。鳴り物はですね、大きく5つのパートで、構成されております。三味線、笛、締め太鼓、大太鼓、そして鐘と、この5つのパートで成り立っております。それではまずはじめに三味線の方からご披露させていただこうと思っておりますが、じゃあここは2名でいきたいと思います。三味線はですね、リズムを刻んでいただくパートでございまして、我々はこのリズムを聞きながら踊りを踊るようになっております。それでは続きまして、メロディーを奏でる笛のパートですね、こちらは1名ですかね、で吹かせていただきますので、ぜひお聴きください。曲をですね、実はテンポも変えながら吹いていただきました。どうも笛ありがとうございます。こんな感じですね。では続きまして打楽器系の方に行きたいと思います。まずはですね、軽やかなテンポで、皆様の心を躍らせるような締め太鼓というパート、こちらの、鳴り物紹介をさせていただきます。お願いします。緊張感が伝わりましたでしょうか。即興で2人息合わせてやっております関係で緊張しましたね。お疲れ様です。ありがとうございました。では最後に大太鼓、一番胸にドシンと響くような、低音の音でございます。阿波踊りのベースの音ですね。ではこちら大太鼓4名で、鳴り物いきたいと思います。お願いします。無事4名一緒のタイミングで終われてよかったですね。ありがとうございます。はい、では最後に、阿波踊りでいくと指揮者のポジションに当たります鐘をご紹介させていただきたいと思います。鐘がテンポを上げれば、楽器全てのテンポが上がったり下がったりというようなことで指揮者の役割を示しております。それではお願いいたします。ありがとうございました。
はい、この5つの楽器が1つに合わさると阿波踊りの音が出来上がるということで、今一度全てのパートが一つになった音を皆さんにお聞きいただきたいと思います。それでは鳴り物さん、改めてよろしくお願いします。以上、鳴り物のご紹介でございました。